ゃん、このはぁっていうゲームです。出た、出た、はぁ。ルールは簡単、はぁって言えばいいんです。お、はぁ、嘘です。このゲームはお題の一言を声と表情だけで表現するゲームです。ブザーの場合、メンバーのことをいかに読み取れるかを競いたいので、まずは2チームに分かれて対戦していきます。最終的に多く当てたチームが勝者となります。イエー、グッドパーで分かれよ。グッドパーで分かれ、グッドパーで分かれましょう。分かれた、いくよ、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。おお、リーダーどっち選びますか。先行でしょ。先行。それがもう、おー、やるやん。先行でしょ。もう負ける。なるほどよ。チーム SSYC 番近い。SSYC って何ですか。今打ち合わせだとなんかそれらの頭文字で。あー、なるほどね。あー、こっちのチーム名、チーム作に言いますね。はい、はい、チーム山倉一家。それでは、お題はこちらです。じゃじゃん。バブー。え？早速、チーム SSYC 漫字会。あ、SSYC でいいよ。SSYC いきたいと思います。それではまず一人目、千葉ちゃんからお願いします。バブー。あ、分かった。ああ、分かった。いや、分かりました。皆さんはこれのいろんな種類のバブーがあるんで、ちょっと当ててもらって。いいね。これ逆にうちの千葉当てらなかったらやばいっしょ。アルファベットでいいですか。はい。分かりやすい。これ分かりやすいよ、こんな。もう一回いく？もう一回、もう一回だけ。もう一回。うん。いきますよ。バブー。あー、わかるわかる、こんな、うん、こんなわかる、これ当てられたね。イージー、もうやばい。メンバー交代していきますね。はい、次は私のバブーはですね、バブー。もう吐くな、吐くな、吐くな。同じチームや。吐くな。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。どっちかな、バブー。これ本当に。アンサーだくさ。いきます。はい、いいよ。バーブー。いやいやいや。ああ、待って待って。ああ、わかりました。はい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 。わかった。はい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 。俺は感じた。俺は感じた。俺は感じた。感じた。バーブー。わかります。いいよ。やっぱもっぱら役者だな。すごいすごいわ。いや、俺でも結構むずいんすわ。うん、いきます。作のバブーまで3。自分なんで、ね、自分で、ね、バブーあ、ほっ、まあ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 、わかりやすいんじゃない。いきます、バブーあーやれ、ダセーんだよな。わかりにくくしちゃってるんよ。まあ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 、まあいいや。じゃあ行きます。一斉のせ、はい。あ、いや俺がさ、俺全部ミスってるね、みんなね。というわけで、はい、公平が2点で、シャルフィーが3点、じゃハウちゃんが2点、はい、というわけで、ね、合計点が7点。はい、7点。というわけで、チーム山倉一家7点となります。お題の方がこちらになります。じゃじゃん。おお、おもろい、はいはい、いいな。あー、これは分かりやすいぞ。それでは公平まで3、2、1、スタート。ちょっと何、もう一回、もう一回、もう一回。ちょっと、あー、なるほどね。俺分かったかもしれないな。シャルさんのちょっと前で、3、これいけるよ。2、1、スタート。ちょっと、何がいけない、何でしょ。もう一回、もう一回、もう一回。何じゃそれ。何、マジ、いきますよ。表情濃いよ。せーの、ちょっと、いやもうこれうまいよ俺。役者がまだの役者。もう一回。
いやいやいや、2回までだよ。2回までしかいないんで。え、これ難しいな。というわけで、ハオちゃんの間で3、2、1、スタート。ちょっと。わかったそれやろ。わかった。うまいんじゃない？はい、うまいんじゃない？もう一回言っとく？もう一回言っとく？ああ、行こう。行こう。行くよ。せーの。ちょっと。サービス問題よ。サービス問題。これまで3、2、1、スタート。ちょっと。いいじゃない。いいじゃない。もう一回。なんだろうね。あ、どっちだ。ちょっとむずいて。じゃあもう一回コヘ。どうぞ。ちょっと。ああ。いいね。くんな。おもろ。絶対言わんやん。コヘ。ああ、わかったかもしんない。おー、なるほど。分かれてるよね、絶対これ。全員違うよね。というわけで、D、D、C、E、H、おー、すげ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 ー、マジですげ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 ー。というわけで、チーム SSYC の点数は4点、2点、2点なので、8点になります。お題はこちら、じゃん。いや、これはむずいぞ。おもろ。はいはい、これはむずいぞ。1回目、いきます。ひぃ、いや、もうむずいだろ。あーん、え、でもむずいな。もう一回いきましょうか。あー、まあ、なんかわかるけど。いきましょうか。ひぃ、いや、まあでも多分そうだ。まあまあまあ、多分これだな。あー、まあ、多分それだな。うん、かな。うん、多分、でもいいや。ひぃ、結果発表したいと思います、はい、結果はこちらになります。どうぞ。じゃん。おい、 CHGB になります。 CHGB、 全問きた。ポペが全問きた。おい、すげえ。いや、俺最初の1回戦目と同じで旬だけ答えられないっていう。ああ、やっぱ俺演技うまいのかな。演技下手なんだよ。下手なんだ。じゃあ点数の方が高い高い。公平が4点、そしてシャルフィーが3点、3点ということで、結果10点になります。やっぱこっち上手すぎるんだって。演技まあまあまあ。お題の方こちらです。どうぞ。あーあーん、あーん、お題の方あーんです。あーん。わかったわかった。MC っぽいな。
はい、じゃあそれでは山倉一家さん、はい、最初の一人のエントリー者、はい、ハウさんです。どうぞ。あ、しんちゃん、これハワビアルアムアン。いや、待って、ね、え、今まだやってない、まだやってない。これからアンをやりますって言って。3、2、1。アン。かわいらしい。おばあちゃん。おばあちゃん。おばあちゃん、大丈夫。ふんちゃん、大丈夫。オッケー、いくよ。せーの。あーん。はい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 2個同じのやつあるやん。同じやつが似とるやつ。確かに似とるやつあるけど、いや俺の演技ちゃった。いや、もう一回言ったことじゃん。もう一回言った。顔とかなんだろうね。あーん。それはそうだ。それはそうだわ。おもろい、おもろい。じゃあコベちゃん、はいどう。夢はパン屋さんだそうです。誰も言ってねえだろ。誰も言ったことないね。確かに見てたやん。はい、3、2、1。ほい。ああ、いっぱいあるな。でもそれわー、たぶんかぶるよな。あー、いや、これわかんねえな。もう一個欲しい。もう一個欲しい。もうちょっとわかりやすくやってよ。もうちょっと 100% でむずいな。あ、むずい。むずいな、これ。あ、あー、あー、なるほどね。あー、はー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 、あー、はい、あー、もう、はい、あ、これは簡単だな。うん、うん、お、これいい勝負、いい勝負だ。いい勝負だ。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。はい、あー、うん、簡単、簡単、はい、うまい、簡単。フリップ、フリック、テロップ、わかってる。じゃーん。はい、おー、うん、あ、でも大体一緒。コペだけ違うね。うん、そう、コペ、コペ分かりにくかったと思う。縦で使うな、縦で。シュッと一緒、はいはいはい、一緒、うん、一緒だね。おい、じゃあ早速アクトチーム、カード、こっちもあるよね。オープン。わー、 A か。あー、 あー、一緒やん。完璧、完璧です。すげー。うわー、俺3点だったわ。 D、G、A、C、 全問、全問で、全問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 。そっか、大逆転。でもさ、これさ、お題によるよね。俺これ G じゃなかったら結構ヤバかったと思う。うん、あ、 G だったんだね。てか、俺多分全部できると思う。分かると思う、俺全部やったら。じゃあやってみる。一個一個やってみる。 A からどうぞ。 A、 適当な返事の、うん、あーあー、じゃあ B ね。残念そうに、うん、あー感心して、あーあー、ご飯を、あー、ああ、悔しくて、うん、しんどくて、うん、体使っちゃダメだ。切れて、あん、むしゃくしゃして、あん。え、やばいよね。え、これできるよ。結果発表。はい、というわけで結果の方発表したいと思います。はい、はい、なんと今回の結果なんですけども、 SSYC合計点19点、そして山倉一家の合計点が17点でございます。はい、じゃあ、さっきにしますね。いいです、お題は。はい、まあ、お化けから見えてない。